even get some calls. アンジールのやつ、どんだけサボれば気が済むんだ。あれからもう一月だぞ。セフィロスもセフィロスだよ。ジェネシスとアンジールを一緒にするなんて、ジェネシスって言ったらセカンドやサード連れて消えちまったやつだぞ。コピー使って俺たちを襲ってきたんだぞ。アンジールがそんなこと許すはずない。ソルジャーの誇り誰よりも大事にしてんだから。あんたく何がどうなってんだ。アンジール早く戻ってこい。ソルジャークラスセカンド、ザックス。そうだけど、あんた誰？ラザード統括がお呼びだ。ブリーフィングルームへ行ってくれ。おい、ちょっと！誰だよ？アンジールから何か？実家にも連絡はないそうだ。じゃあ何の用？新しい任務だ。今もって行方不明のソルジャークラスファーストジェネシスの故郷へ行ってほしい。はい。彼の両親からジェネシスとは接触していないという報告を受けているが、信用できない。なんで？親子だからな。念のためスタッフも派遣しておいたが、連絡が取れなくなった。何が起こっているのか調査してもらいたい。彼が同行する。タークスのツォンだ。これなんか暗い任務？準備ができたら声をかけてくれ。ちょっと失礼。もしもし。ああ、俺カンセルだけど、メール読んだか？まだ、後で読んどくよ。今ブリーフィングルームでミーティング中なんだ。そっか。なあ、それ終わったらちょっといいか？なんだよ、時間ないから少しだけだぞ。うん、それでいい。じゃあブリーフィングルームの前にいるわ。どこかへ任務に行く前は地球ポットをチェック。これって保存。連絡が来ないのは。オース、ザックス。任務の前は行きたいところへ行ってしたいことをしておいた方がいいぞ。なんというか後悔のないようにさ。で、これから1階まで降りて8番街に行ってみないか？よし、8番街だ。じゃあここからは別行動な。え、マジ？誘っておいてほったらかし。俺なりの気遣い分かれよ。お前任務の前で時間がないだろ。一人の方がいろいろできるからな。もし会社に戻りたいならあっちだ。じゃあな、ザックス、また連絡する。
あなた、もしかしてソルジャーさん？ソルジャーのザックスだ。よろしく。ザックス？聞いたことないわね。どうせ二流ソルジャーでしょ？今、最強のソルジャーは誰かって話をしていたの。私はアンジール様ね。真面目な雰囲気に倹約家なところが素敵。ソルジャー最強の男っていうとセフィロス様以外考えられないわ。上半身裸の姿を考えただけで頭がクラッとするわ。何を言ってるのあなたたち。時代はジェネシス様よ。ソルジャー最強の男なんですから。ソルジャークラスファーストって意外に女性ファンが多いんだね。よう、ザックス。ブリーフィングルームへ行ってくれ。タークスが待ってるから急いだ方がいい。こんなに急ぎだとは知らなくて誘って悪かったよ。じゃ、任務頑張れよ。暇になったらメールするから。天然のマテリアとなると珍しいけど、魔鉱石ならば比較的入手しやすいんだ。魔鉱石っていうのはマテリアとしての効果はないけど、ここで加工すればマテリアを生成できる。ソルジャーが魔鉱石の採掘任務に行くこともあるんだ。君も行ってみたら。君もそれを僕たち。そうだ、よかったらマテリア製作。ただいまよりマテリア生成に入る。ソイン、準備はいいか？イエス。メインエンジンスタンバイ OK。 メインエンジン起動。魔鋼エネルギーの凝縮率は？凝縮率20、30、40、50% で。メインエンジンの出力を上げろ。よろしく。合点承知。出力凝縮率上がりません。冷却装置準備。魔鋼エネルギー出力最大。出力 120% を確認。残り1分で臨界点突破します。魔鋼エネルギー凝縮率上昇。70、80、90% を突破しました。よし、来たぞ。あと一歩だ。凝縮率 100% を確認。メインエンジン停止。メインエンジンの停止を確認。マテリアが出来上がったよ。君からもらった魔鉱石だからね。実はこのマテリアルーム、僕らにも。そうか。よろしくな。単なる調査だろ。楽勝。どうかな。この任務は本来セフィロスが行くはずだった。つまりそれほど重要視されているということだ。甘く見ると失敗するぞ。セフィロスは命令拒否だそうだ。そんなのあり？甘やかしすぎじゃないの？本人に言ってみるか。やめて。変な木。バノーラホワイトの木だ。
通称バカリンゴ。ってことはここはバノーラ村。アンジールの故郷。その通り。ジェネシスとアンジールは昔からの知り合いというわけだ。ウータイにいた連中。やはりこの村にいたか。ここまで村人の姿が見えない。村全体が占拠されている可能性もある。ジェネシスたちは大量の兵器と一緒に姿を消した。一刻も早い回収または破壊が社長のお望みだ。よし、任せろ。ジェネシスコピー。その言葉をどこで？セフィロスから聞いた。この技術も我が社の科学部門から盗まれたものだ。はあ？ジェネシスの能力と特徴をコピーすることができる技術らしい。ソルジャーとモンスターだけにな。ソルジャーとモンスターは同じかよ。もう動かないよね。ザックス、何を遊んでいる？
ここがジェネシスの実家。両親はこの辺りの地主だ。俺は決して盗まなかった。地主の息子が親友だったからだ。窮地なんてものではない。二人は幼馴染で親友だった。脱走したジェネシスが親友のアンジールを仲間にした、そういうこと？セフィロスはそう考えているようだ。おや、墓石だな。まったらしい。ザックス、アンジールの家を確認してくれ。俺は墓を調べる。キリ、タークスってそんなこともするのか。誰かがやらなくてはならない。大変だな。気にするな。おかげでお前より給料はいい。マジかよ。ザックス、アンジールの家を確認してくれ。おそらく向こうの集落だ。すでに敵の手に落ちている可能性が高い。気をつけろよ。アンジールの家は、どこだよ。仕方ない、一軒ずつ回ってみるか。何かあるぞ。今はそれどころじゃないって。ごめんください。人の気配も、ご人の気配、ごめんください。何か用？お邪魔してます。アンジールのおふくろさん。俺は後輩のザックス。もしかして子犬のザックス？なんだそれ。息子からの手紙に書いてあったわ。集中力ゼロ、子犬のように落ち着かない。アンジールのやつ。あなたはジェネシスの仲間じゃないのね。うん、違う。安心して。息子に何があったの？俺にもわからないんだ。一月前にジェネシスが帰ってきた。大勢の仲間を連れてね。そして村人たちの命を奪ってしまったの。ジェネシス。
昔はいい子だったのに。アンジールは戻ってるわ。でも剣を置いてどこか行ってしまった。その剣は我が家の誇りなの。そっか、それで。あいつこの剣全然使わないんだ。アンジールのこと俺に任せて、お袋さんは隠れてた方がいい。心配いらないわ。ジェネシスは私を殺せない。うん。アンジールが神殿に入ると決まった時、誇り高い戦士になるようにと夫がその剣を用意したの。ずいぶんお金を借りたわ。そして返済のために無理をした夫は命を落としてしまったの。アンジール、息子をよろしくお願い。アンジール、どこ行ったんだよ。何？ジェネシスコピー。アクティベイティングコンバットモード。おしまい。おっしゃー、コンプリートリゾルブ。村外れに工場がある。そこにジェネシスコピーが入っていった。奴らのアジトってわけ？おそらく。今私は工場そばの崖にいる。正面突破は避け、上から侵入しよう。すぐに崖の上まで来てくれ。何かあるぞ。今はそれ。アクティベイティングコンバットモード。墓はジェネシスの両親のものだった。まさか自分の親を。道理は通用しない相手のようだな。アンジールはどうだった？家にはいなかった。でも頼む、時間をくれ。もしアンジールがいたら俺が説得する。アンジールが考え直せばジェネシスもシンラに戻ってくるかも。セフィロスがお前を指名した理由が分かった。俺？ジェネシスとアンジール、セフィロスの友人はこの二人だけだった。最も戦いたくない相手だ。それが命令拒否の理由だろう。俺だってアンジールの友達だ。お前なら二人を取り戻せると期待したんだろうな、うん、時間がない、急ごう。侵入成功っと。先に行け、ここは俺に任せろ。アクティベイティングコンバットモード。
ザックス、こっちだ。敵に注意しろ。こっちだ。ここでコピーを作っているようだな。2階へ行け。ジェネシスがいるかもしれない。深淵の謎、それは女神の贈り物。我らは求め、飛び立った。さまよい続ける心の水面に、かすかなさざ波を立てた。想像しいな、子犬のザックス。あの家にあった墓、調査に派遣されたうちのスタッフも葬られていた。脅したらせっせと嘘の報告を送っていたぞ。役立たずどもは。脅さなくたってそうしたはずだ。少なくともあんたの両親はな。二人は俺を裏切り続けた。俺があの家に来た時からな。死んだの犬どもに何がわかる。よう相棒。結構、ついに心を決めたというわけだ。幼なじみの意思は尊重しよう。しかし、そっちの世界で生きてゆけるのか。
アンジール。どこ行った？工場を出たのか？時間がない。急いで村を出よう。あの二人、探さないのかよ。不祥事の痕跡は全て消す。この村は空爆されることになった。アンジールの家には本当に誰もいないんだな。あ、アンジールんち。急げ。なんだって？どうすりゃいいんだ？方法はある。タイミングよく砲弾を切れ。何？早すぎても遅すぎてもダメだ。注意しろ。さっきの役場前の要領だ。できるか？やるしかない。新刊の音と砲弾の色に注意しろ。今はそれぐらいしかアドバイスできない。新刊の音？こんな音だ。聞き逃すなよ。今の音のタイミングで攻撃すれば間違いない。砲弾の変色にも注意しろ。あとは任せたぞ。新刊の音と色か。空爆までにお袋さんを助けないと。さんが心配だ。急げよ俺。何をゲットしたかは。何をゲットしたかは後で調べるぞ。
爆撃隊と交渉した結果、空爆まで少々猶予ができた。今のうちに必要なことをやってしまえ。サンキューゾーン。さっきの砲弾も我が社の製品だ。我が社の痕跡を消す砲弾切りに対して報酬が支払われるぞ。母は生きているわけにはいかなかった。その息子も同罪だ。わけわかんないこと言うなよ。ちゃんと説明してくれよ。もうそっちでは生きられないのさ。アジル、アジル、君よ、飛び立つのか。我らを憎む世界へと。黙れ。待ち受けるは、黙れって言ってるだろ。ただ過酷な明日、さかまく風のみだとしても。今日はセフィロスがいないようだが、どうかな。召喚獣をこんなことに使うなよ。ソルジャーの誇りはどうした。俺たちはモンスターだ。誇りも夢もなくしてしまった。じゃない。
ジール。Summer